団長殿、ホワイトデーの贈り物を受け取ってはいただけませんか。見目美しくなく申し訳ありません。その包むだけでなく中身の方も手作りではあります。ヘレス様、そして母から指導を受けて再びお菓子作りに挑戦してみたのですが、小刀で指を切ってしまい生地がダメになってしまいまして、結局母が作った生地を型抜きしてヘレス様が温度を決めてくださった釜に入れただけなので、果たしてこれを手作りと言っても良いものでしょうか。ただそのおかげで味の方は問題ありません。味見した限りでは美味しいかと。日頃の感謝と尊敬を示すにはどうにも不格好で恐縮です。受け取ってくださいますか。ありがとうございます。そうやって団長殿が笑ってくださるのであれば私も報われます。本当に。